はい、今回の暗号通貨ニュースなんですけどもいかがですかね一晩二晩開けてちょっと暗号通貨市場落ち着いてきたところもあるのかなとさすがにあそこまで落ちるとなんか上がっていくコインもありますよねで今こイい、えー、月光を見ると、うん、まあまだまだあの傷んでるところはありますけどもうんまあけどねなんか底を打ったようには見えるかなってところで急回復してる通貨もこうやって見れるんですよ。 ですんでこれがまあ今までの例でありますんでさすがに怖いですけどもね怖いんですけどもこういったことを一つ一つを次への糧にしていくように捉えていかないとなと慌てて売るだけだったらねそれはね負けの人の理論ですから慌てて売るんではなくて利確をして売ることなんですよ繰り返し言いますけども値段が下がるってことは誰かが売って利益を確保したってことですからだから利益が減った時に自分が追いかけで売っちゃうとね やっぱりしてやられたってことになりますしさらに自分の後で売る人にやっぱこうね迷惑をかけてしまうというかねおかしな情報を与えてしまうのかなというところでございますまあそこは知ったこっちゃないんですけどもねはっきり言ってねはいで今回の相場の暴落の原因で無視できないのがあのあれですよねペグされてるコインですね USDT みたいな、まあ、こういうようなステーブルコインっていうのは随分前にもお話し,しましたけども ああ USDT をはじめとしたねステーブルコインっていうのが安心なのになんで買わないんですかってことであのご質問いただいた時に散々答えたんですけどもそのステーブルコインっていうのは存在しないよってことなんですよステーブルできないんでただやっぱこうコインの方向性としてはあのペックしているように追いかけていくよっていう考え方は分かりますそういう意味で概念としてのステーブルなんですよねでも現実はステーブルできないんですよっていうのがうんステーブルコインを何か設定するとして それと同等の法定通貨を持たないといけないっていう建前になってますけどもその法定通貨の維持費がかかるわけですよそうなるとあの例えば100兆円のステーブルコインに裏付けに100兆円持ってるとするじゃないですか本当にこの100兆円と100兆円がトントンで売買のたんびにこうやってね両方とも多少のタイムラグがあってもう動くとしたらそれはすごいことなんですけどもじゃあこっちの100兆円の現金をどうやって確保するんですかとかね現金じゃないでしょう、バーチャルマネーにしてもね 円っていいうもののをどっかか。口座に入れておくわけじゃないですかそしたら口座っていうのはその、まあ、普通の銀行ですよ。で銀行が預かってくれる限界もありますしね。保証できる限界も1,000万でしょ。ということは分散して銀行に入金しないといけないと。まあ、それだけでも手間がかかるわけですよ。じゃあそのお金を管理する人の手数料はどうするんですかとか考えるとステーブルっていうのは現実にありえないんですよね。まあ、ですのでそこに目をつけて今回ねアービトラージで猛烈な勢いで。 えー、バイバイを繰り返した人がこのルナですかなんか特定のステーブルコインをクラッシュさせたという頭の良さなんじゃないかなと思いますしかもこのね今回話題に出た多分ルナだと思いますけどもちょっと私知らないんですけどねこのコインって、えー、結構韓国で発祥で人気があったんですよね、うん、でも人気の裏にはどんな人気があったかっていうとそのステーブルコインだからっていうわけのわかんない理由とかランキング上位にいて将来有望だからっていうようなもう漠然とした あ信頼ななんんですよ、ね、そうではないんですすよよねそうはいちゃんとその暗号通貨が何によって構成されていてどんなプロジェクトを誰が動かしていてそこに賛同して協力している人たちは何なのか、うん、結局はね社会的的理ののたためめにに動いいてる人人は個なな利益のために売らないわけなんですよでそういう人で固めてるようなコインならいいんですけども真っ向ステーブルコインなんてそんな概念入らないんですよねだから最も危なっかしいのがステーブルコインだっていうふうにサイドサイド申し上げていたと思います。 まあそれがね当たったでしょすごいでしょほらねっていうことではないんですよ私はそういう考えでやってますんで、えー、他者のね考え方は尊重する部分はありますけども今のところ私は自分の考えで売買を繰り返してあの暗号通貨にしても他の投資者にしても利益を上げ続けてるんで今のところ申し訳ないけども私以外の人の意見のまんまにやるつもりはないんですよ参考にしますけどね でそういった違った意見を参考にするからあ自分の考えでいった方がリスクは少ないよねっていうふうに選べるんでまあい反論いただきたいんですけどもねただ残念ながら私の判断するところ私と違った意見の人はこうやって一人一人資産を失ってるっていう現実が今日のところありますから今日のところは,かころはだから今のところ、うん、自分の判断が正しかった実績があるからこれからもそれを使っていくと思いますただ慎重にです うん、浮かれた時にその油断が生じた時に損失というのは出ますからねだから必ずポートフォリオを細かく組んでいくことと自分の考えはもしかしたら違うんじゃないか違ったとしてそれがそのリスクが顕在化した時にどういうふうな対応を自分は取れるだろうかっていうふうなリスクヘッジをたくさん増やしていくってことはします投資のスタイルは変えませんでもその他のポートフォリオによるリスクヘッジは硬くしていきますそっちの方はどん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 成長を拡大していきますんでねだから荒削りな 私の投資かもしれません。隙がないように見えるかもしれませんけども、その投資で失敗しても、他のポートフォリオやリスクヘッジが常に動いてますんで、大きな打撃を受けないようにね、やっていけるんじゃないかなと思います。皆さんもその辺は、私からメッセージとしてね、参考にしていったらいいんじゃないかなと思います。うんまあ、具体的に言うとね、一本足は打法はダメよってことですよね。まあ、それだけ守ればいいんじゃないですか。一本足はね、資金のないうちはしょうがないんですけども、資金のないうちは投資はギャンブルになっちゃうんですよ。で、だん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 お金が増えていったら、 ギャンブルから投資にその割合がどんどん移行していくってだけでねやっぱり危なっかしい部分は残りますよ投資なんで投資って10秒後にパーになっても文句が言えない世界ですからねだから10秒後になくなってもいいお金でやらないとということでございますはい、えー、じゃあ今回はね暗号通貨の崩壊崩落の原因について考えてみたみたいなタイトルだったかなでお届けしました皆さんステーブルコイン私は当てにしない方がいいと思います体の一色でいきましょう いっていらっしゃい。